の期待を背に残り3試合、4年ぶりの優勝へ巨人は全力で戦います。初回先頭のグラッデン、なんとセーフティーバント。中3日で予想外の先発、ヤクルト石井を揺さぶります。この後送りバントでワンアウト2塁となってバッター松井、しかしセカンドゴロ。この間にランナーが3塁に進み、続く落合フォアボールで2アウト3塁1塁。バッターは岡崎、巨人先制のチャンスを逃します。一方巨人先発桑田は立ち上がりから素晴らしいピッチング。今日はキレのいいカーブを武器に3回までに6個の三振を奪うなど、ヤクルトにつけ入る隙を与えません。0対0で迎えた4回、巨人はフォアボール2つでワンアウト2塁1塁のチャンス。バッターは7番原、打った瞬間文句なし、レフトスタンド中段へ第14号スリーランホームラン。待ってました、若大将。巨人が原の6試合ぶりの一発で3対0と先制します。続く8番は村田、その初球でした。これも行ったぞ、左中間へ連続ホームラン。村田の9号ソロで巨人4対0。さあとどめは1番グラッデン、レフトポール際へ第15号ソロホームラン。なんと今シーズン2度目、6月3日以来の1イニング3発、観客は大喜び。ネット裏で観戦の西武スコアラーはただ呆然。巨人この回にもう1点追加、6対0とリードします。さあ大量リードをもらった直後の桑田のピッチング、2番真中をカーブで空振りの三振、3番古田はストレート、さらに4番広沢をショートライナーに仕留め、4回までにヤクルトにヒットを許しません。巨人ファンにとっては最高の展開に、スタンドからウェーブも発生。さあこうなると興味は桑田がノーヒットノーランを達成するか。8回もツーアウト、バッターは途中出場の新井、ライト前へ、チーム初ヒット桑田、惜しくも大記録を逃します。9回からは巨人は名古屋決戦を睨んで桑田を温存し橋本を投入。この回をきっちりと3人で仕留め6対0、巨人がついにセリーグ制覇へ王手をかけました。もう今日勝つことによってね、やっぱ生きてくるっていうのは十分分かってましたから、ですから、まあ今日はもうこれで終わりましたからね、まあ明日ということですね。